ハロー YouTube、 皆さん、今この世界が何で回っているか知っていますか？うんうん、そうだな、タピオカだな。少なくとも今日本の経済はタピオカで回っていますってくらい、今の世の中ってタピオカ屋さんいっぱいあるじゃないですか。まあそれは一時期のブームの一番トップの時に比べれば、まあだいぶ少なくはなってきたけど、でもやっぱりタピオカ屋さんっていっぱいあって、まあ世の中のね、まあ JK を中心にですね、若い女の子たちがタピオカ飲んでるじゃないですか。で、9ヶ月ぐらい前にですね、僕の大好きな、もう尊敬する人気 YouTuber のあのヒカキンさんがですね、コンビニのタピオカ飲み比べっていう動画を上げてたんですよ。まあ、それが460万回再生で、まあ、結構バズってまして、まあ、僕もタピオカ愛好家でタピオカ評論家じゃないですか。なのでその動画をね、結構何回もね見てて、まあ、楽しませてもらってたんですよ。まあ、ヒカキンさんがですね、まあ、いろんなコンビニのタピオカを飲み比べて、まあ、どれもね美味しい美味しいって大絶賛する動画で、まあ僕の大好きな動画なんですけれど、まあそれでですね、その中でヒカキンさんがまあ特に大絶賛してた、タピオカミルクティーを、今日コンビニでですね、買ってきました。じゃあね、紹介しましょうかね。まあせっかくなんでね、まあここもちょっとヒカキンさん風にですね、ヒューマンビートボックスを交えて紹介しましょうかね。じゃあ行きましょう。コンビニファミリーマートのたっぷりなタピオカミルクティー。はい、ということで、これです。ファミリーマートの、たっぷりなタピオカミルクティーでございます。このパッケージはね、一見ちょっとゴンチャ風ですよね。ゴンチャかなって思わせるようなパッケージで、でまあこれがシンボルマークですね。このかわいいパンダちゃん、これのイラストがね、可愛くて、で、量がね、結構多いんですよ。ボリューミーで、400g あるんですよね、これで。まあ、ヒカキンさんもおっしゃってたけど、普通のそのタピオカ屋さんの M サイズぐらいの量なんですよね。まあ、ヒカキンさん、このタピオカミルクティーね、大絶賛してたんで、もうこれ飲むの、本当に楽しみにしてて、ずっと待ってたんですよね、これ。もう、やっと見つけてね、買ってきたんで、じゃあね、早速ね、このタピオカ評論家、タピオカ、愛好家の高須美也が飲んで、皆さんにね、この味をね、レビューしたいと思います。じゃあ行きましょう。これストローがですね、こう脇についてるんですよね。で、これ折りたたみ式のストローになってて、これなかなか開かないな、これ。これで、これを伸ばすんですよね、これ。これを伸ばしてヒカキンさん風にストローを刺しまーす。くる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 。よし、よし、オッケー。こぼさずにいきました。じゃあね、早速ね、これいただきたいと思います。じゃあいただきーす。おー、美味しそう。どんな味するんだろう。ヒカキンさん風にちょっと、うんうん、このタピオカが口の中に飛び込んできた瞬間分かったんですけど、このタピオカのクオリティが、申し訳ないけど低いっすね。なんつうか、そのタピオカ噛んでても、僕が今まで食べてきた
タピオコのこの反発感みたいなのがねないんですよね。噛んでもクチュクチュって砕けるだけで、あのタピオカの独特のあの食感がなんかね違いますね。これはこのミルクティーはまあコンビニのミルクティーって感じで、やっぱりゴン茶とかお茶が専門のお店の紅茶に比べるとやっぱりそれもねちょっとクオリティがね落ちますね。まあ結局これコンビニで大量生産して店に置いて売ってるものなんで、生タピオカじゃないし、料金もこれ270円ぐらいなんで、普通のタピオカ専門店だと600円ぐらいしますよね、この量だったら。まあ料金的にも半分以下の料金だし、まあ大量生産しててすぐ買えるもんだから、まあ納得かなとは僕は思いましたね。やっぱりタピオカ専門店のもの僕飲み慣れてるんで、ゴン茶とかのならパールとかね、新安寺とか飲んできてるんで、このタピオカ評論家にとってはちょっと物足りないけど、まあコンビニで比較的安い料金で売ってるものとしては納得はいきますね。まあ、決してファミリーマートさんに罪はないと思います。まあ、これを好き好んでリピートして買ってる人はね世の中たくさんいるとも思いますよ。やっぱり今でもコンビニ行けば並んでますんでね、並んでるってことは買う人がいるってことなんで。ただタピオカ愛好家の僕としてはね、まあリピートすることはもうないかなと思います。まあ、これはねあくまでファミリーマートさんが悪いってわけじゃないし、この商品が悪いって言ってるわけじゃないんだけど、好みってありますんで、まあ、僕の中ではまた買って飲むってことはないかなって思いますね。なんでこれタピオカこんな味なんだろうって、これ原材料名見るとタピオカでんぷんこんにゃく粉って書いてあるのね。これこんにゃくなんじゃないのこれ、タピオカがなんかえらい小粒だし、なんで多分これこんにゃくである程度できてるんで、普通のタピオカと食感が違うんだと思いますね。まあ別にこれはこれでいいんですけれど、別にまずくはないし、ただ僕が今まで飲んできたタピオカに比べるとちょっとクオリティがね、まあちょっとっていうか結構落ちるんですけど、で今回僕がこれ飲んで思ったのは、やっぱヒカキンさんってすげえなって思いましたね。なんでかっていうと、ヒカキンさんってタピオカブームが来る前から相当タピオカ飲んでタピオカ愛好家なはずなんですよ。なのでいろいろ美味しいタピオカ専門店のタピオカ飲み慣れてるはずなんですよね。それでこのコンビニのタピオカ飲んであのハイテンションで大絶賛するってことは、やっぱヒカキンさんすげえなって思いましたね。まあ、僕にはあのハイテンションでこれ大絶賛するっていうのはできないですね。まあやっぱプロの YouTuber ってすごいなって思いますね。さすがチャンネル登録860万人いってるだけのことありますね。やっぱもうヒカキンさんすごいですわ。